のみぬさんですね。のみぬさんはもともと日本生まれです。日本生まれですね。みなさん、こんにちは。いいです。こんにちは。いってるんだ。こんにちは。じゃあ、今日はですね、今、韓国と、日本とすっごく話題になっているそのニュースがありますので、それを皆さんにお伝えしたいと思います。久しぶりのニュースですね。久しぶりの芸能のニュースですね。本当に一番好きだし、専門なんですよ。さあ、今ですね、今回のニュースでは、日本の大人気な女優さん、綾瀬はるかさんと、韓国ドラマ俳優さん、ノミヌさんの熱愛説が出てきて、それですっごく今話題になっているんですね。今、熱愛説だけではなく、熱愛説が今もう結婚説まで行っちゃって、すっごく今話題になってるんですね。多分皆さんもいろんなもうニュース、新聞、いろんな写真とか、マスコミで見たと思いますね。今、日本で綾瀬はるかちゃんは、すっごく大人気から、その、ファンたちが、すっごく、のみぬさん、誰？のみぬ誰？のみぬ誰？そう思っているんですね。僕も日本の反応がどうなっているのか、いろいろ調べてたんですけれども、やっぱりのみぬ誰？のみぬ誰？ういうのが多いんですね。綾瀬はるかちゃんはいつでも日本でも日本の女優さんでベスト5の中に入ってる、ナンバーワン、いつもやってる。その人気の女優さんですね。僕も本当に大好きです。すごくいい女優さんだし、僕もとってもすごくファンですね。それで僕もショックなんです。と、のみぬさんですね。それで、のみぬさんは誰？誰？本当に皆さんが気になっていると思いますね。多分皆さんもご存知通りに、今回のニュースではですね、韓国の反応とかは僕ちょっと受けちゃいますね。韓国の反応も特別な反応はないです。やっぱり綾瀬はるかちゃんは韓国でもとっても人気です。とても人気で、綾瀬はるかちゃんのファンが多いから、いやー、のみぬ？のみぬ？って今そうなってるんですけれども、やっぱりのみぬさん、まだ韓国で俳優として若干認知度が少ないかな。のみぬ誰？のみぬ誰？っていう反応多いんですね。なんとかもう羨ましいと、そういうと反応が多いんですけれども、その以後特別な反応はないですね。別な反応はないですね。でも、今、今回の動画では、ノミヌさんが誰？今の状況ですね。熱愛説のその状況どうなってるのか、そういう話を皆さんにお伝えしたいと思います。まずですね、まず今のその熱愛説ですね。一番最初が、日本の女性セブンっていうそこの雑誌で今出てるんですね。そこで綾瀬はるかちゃんとのみのちゃんが付き合ってて、そろそろもう結婚で、そういうニュースが出たんですね。そういうニュースで今すごく話題になってるんですけれども、そこの女性セブン側によると、2016年、のみぬさんが軍隊が終わって、2018年からみんなが活動しながら忙しいところで、ちょっと付き合いになって、カップルになって、ラブラブ、そのカップルになりましたって、そう言ったんですね。それでいろんな噂が広がっていくから、まあ、ちょっと難しいですね。ちょっと難しいですね。でも、綾瀬はるかちゃんの顔からちょっと発表したんですね。今、その熱愛説は違いますってその発表をしました。韓国ののみぬさんの事務所からも、綾瀬はるかちゃんとこのニュースは違いますって、嘘ですってその立場を
言いました。その熱愛説を否定したんですね。ノミヌさんが熱愛説を否定したんですね。綾瀬はるかちゃんも否定したんですね。友達、本当に仲がいい友達は合ってるのは合ってるって言うんですけれども、そのラブラブのカップルではないですって両の顔からちょっと発表しました。じゃあノミヌさんですね。ノミヌさん、皆さんがみんなが気になってると思ってるんですけども、ネットで調べてるのも少ないんですよ。そうですね。じゃあノミヌさんは韓国の俳優さんで、韓国俳優さんする前にアイドルトレックスっていうそのバンド歌手でデビューしたんですね。でもその以後韓国ドラマ俳優さんになってて、今はドラマをちょっとやってるんですね。韓国ですごくドラマずっとやってて、いろんな有名なドラマが多いんですね。でも一番日本で皆さんが多分見たことあるっていうそのドラマを説明してたら、パスタ恋ができるまで、そういうドラマですね。ポラウス、テイクトゥ、はい、そういうドラマ。私の彼女はクミホっていうそのドラマと、一番最近ですね、一番最後原房男女シーズン2、それも終わったばかりなんですね。今もちょっと活動してるし、すごく頑張ってるんですね。と、日本では綾瀬はるかさんとどんな状況で友達になったのか、と、仲いい友達は合ってますね。本当に仲いい友達だと思います。それで今いろんな噂ができたんじゃないですか。そうなんですけれども、あのノミヌさんが日本で活動したんですね。僕も一番最初いつだったっけ、ちょっと前、四国で僕働いた時にいろんなノミヌさんのポスター見たんですね。ファンミーティングといろんなそういうそうポスターを見てて、ああ日本で活動してるんだってそれを思いました。ノミヌさんですね。ノミヌさんはもともと日本の生まれです。日本生まれですね。日本の東京生まれなんです。ノミヌさんのお母さんが日本で演歌歌手で活動してたんですね。演歌歌手で活動してて、その当時ノミヌさんも日本で生まれたんですね。それでちょっと日本語がペラペラですね。日本語がペラペラですね。他の韓国の俳優さんよりも音ペラペラだし、やっぱり日本の文化もよく知ってるし、そういうことがありますね。ありますね。で、それで韓国帰って、あの韓国で学校や全部卒業してて、今俳優になってて活動してるんですけれども、のみさんは、事務所が前は SM だったんですね。SM エンターテイメント。SM エンターテイメントと言えば、もう少女時代とか皆さんが知ってる社員に東方神起がある、その事務所ですね。そこの事務所でも俳優パートがありますね。俳優パートも当てて、そこでやってたんですけれども、そこが結構辛いかなって。それで今、事務所が、お母さんが、事務所が今、お母さんがやってるその事務所ですね。今お母さんが事務所の社長ですね。そこに今入っててやってるんですね。多分お母さんが日本で演歌歌手で活動してたので、すごく日本の知り合いも多いし、いろんなことをしてると思いますね。多分それで、ノミヌさんが日本で活動になってて、知り合いや友達も多いと思います。それで、綾瀬はるかちゃんと友達になってて、こんな噂ができたんじゃないかな、と思いますね。思いますね。でも、ノミヌさんも本当にかっこいいし、歌手もやってて、本
当に歌も上手だし、すごいですね、すごいですね。綾瀬はるかちゃんはもう本当に素敵な女優さんなので、この熱愛説と結婚説、結婚説まで言っちゃったんですけれども、お互いもうそこの恋愛はどうなるかは分かんないんですけれども、それは正直分かんないんですけれども、本当にいい友達としてと心傷つけないように、今回のいろんなスキャンダルで傷つけないようになってほしいですね。じゃあ皆さん、今日もありがとうございます。ありがとうございます。また会いましょう。